ははい、えー、こんにちはジミです。今回のテーマは、なぜ仕事で失敗を恐れるのか、失敗に悩む人が変えるべき3つの考え方です。えー、このような流れで進めていきます。 はい。早速行きます。一つ目ですね、えー。失敗は必要という話です。本来失敗は成功のもとと言われている通り、成功するために失敗をすることは不可欠です。しかし、それを分かっていても、現実社会ではミスや失敗に対する考え方は肯定的ではありません。そのため、多くの人が失敗をすることに対して必要以上に恐れてしまっているのが現状です。えー、ミスをして落ち込んだり申し訳ない気持ちになったりします。そもそも失敗をしなくなる一番早い方法っていうのは、失敗をすることなんですね。経験と振り返り反省する機会っていうのが同時に作られるからです。えー、失敗を経験することなく失敗をすることをなくしたければ、 えー、もはや何もしないという選択肢しかありません。えー、しかしそれでは成長もありませんね。えー、社会人として仕事をしている以上、失敗を経験することは必然であって、成長するために通らなければならない道ということですね。二つ目です。えー、必要以上に仕事で失敗を恐れる原因ということで、こちらの三つについて説明します。えー、早速一つ目ですね。失敗に対しての上司の反応という話。えー、まず挙げるべきはですね、失敗に対する上司のネガティブな反応です。まあ、怒る、嫌な顔をする、迷惑そうにする、怒鳴る、罵声を浴びせるなどですね。えー、どれも失敗を悪とするマイナスの反応ですから、えー、このような反応をできる限り 出したくないっていうのは当然ですね、えー、部下の、えー、成長を全く考えないという上司はほぼいないでしょうしかし部下の成長以上に自分の安泰を最優先に考える上司っていうのがほとんどなわけです、えー、失敗トラブルに対しては過敏に反応します顧客トラブルですとか会社への損害を引き起こす可能性があるからです、えー、トラブルや損失が発生したとき、えー、当然上司にも責任が及びます、えー、失敗した、えー、ミスをしたと聞いた瞬間上司が考えることっていうのは客観的に原因と解決策を考え始めることではありません、えー、まずは自分の置かれている状況を考えるわけですね、えー、怒りや動揺 せり、えー、あからさまに嫌な顔を見せるっていうのがその証拠なんですけども、えー、なんとか状況を把握して、えー、大事にはならないと判断できて初めて部下に対してのことを考えるようになりますそしてもう一つそこで出される指示っていうのも失敗を恐れる原因になりますそれは過剰な対応を要求されることです中には反省文ですとか事態報告経緯の作成ですとか改善策の報告提出を要求されるということもあります、えー、失敗することで余計な作業が増えるとなれば行動は消極的になりがちですし必要以上に失敗を悪いこととして考えてしまいます当然同じミスが起きないように原因を 把握して改善策を考えることは必要ですしかし全てのミスに対してこのようなガチガチの対応を強要されると悪いことをしてしまったという意識が強くなって挑戦する気持ちは失われてしまいますえ失敗を恐れるだけになってしまうということですねえ失敗をしたことで学べたこと、えー、次に活かせるような前向きなコメントっていうのもあって、えー、しかるべきなんですけども「保身団一の、えー、人には、えー、出てこなない発想なんですね、えー、お前がミスをしてもあとで何とかとか必ずしてやるからいろいろと自分で考えて積極的に行動してみろ」と言ってくれる上司がいれば生気、えー、に感じて努力できる社員もたくさんいるはずなんですけども だからそう言える人は多くありません、えー、そして二つ目、減、えー、点主義ということですね。えー、日系企業は特に減点主義の組織です、えー。何か新しいことをやって評価される影響よりも失敗をして減点される影響というのは比べ物にならないほど大きいんですね。えー、実力主義の導入と言われていますけども、日本企業では完全に浸透しているわけではありません。実際にですね、営業成績などの成果が多少悪くても年次とともに昇進はできるようになっています。しかし、大きな失敗をしてしまうと限定対象となって昇進も大きく影響します。えー、私がサラリーマンの頃ですね、昇進が大きく遅れた 人人の中ににに原因が単に実力不足だったという人は記憶にありません何かしら減点をされている人ばかりでした先ほど述べた上司の反応にも通じるんですけどもこのような組織では挑戦することをためらいがちになりますそして必ず失敗を恐れるような体質になってしまうということですねそして3つ目上の人ほど動かない日系企業という話ですねえ自分の職場を振り返ってみて失敗するのは誰でしょうか失敗をする人のほとんどが若手社員を中心とした役職が下の人のはずなんですね立場上の人っていうのは知識とか経験が豊富であるという理由もあるんで ですけども一番大きい理由っていうのは上の人が失敗をしないような体制になっているということなんです。日系企業では驚くほど役職が上がるにつれて、えー、人は動かなくなります。資料作成ですとか事務作業なんかは当然やりませんしだからといって顧客に対して主体的に働きかけるってこともないわけですね。つまり失敗やミスが発生する可能性がある仕事っていうのはほぼ下の人が担っているということです。しかもやらなければならない顧客対応や内部作業はたくさんあります。常時失敗が発生しやすい環境になっているということですね。えー、下の人ばかりがミスをするもんですから 上の人が面倒を見て指導しているように見えますけども、体制を考えれば当然のことなんですね。役職が上がるほど、えー、上になるほど失敗をするようなことをしなくなるので、成長の機会も少なくなるということも忘れてはいけない事項です。はいえー、次の話、仕事のミスに対する3つの考え方です、えー。簡単にはですね、失敗を恐れることから解放されるのは難しいと思います。しかしですね、失敗を恐れる原因を理解して、失敗が発生した時に次のように考えることで、えー、失敗を有益なものにすることができるようになります。えー、こちらの3つです、えー。1つ目ですね、成長につなげることを自分と約束するということです。 え、ミスが発生したら成長できるチャンスだと考えることが必要です。焦ってしまう気持ちもあるんですけども、まずは無理やりにでも成長できるチャンスが来たウェルカムだというように思うことが大切です。そして必ず何か学びを得るということを誓います。あくまで前向きに考えることがポイントです。え、たくさん失敗した人ほど、え、後になって後輩に伝えられることや引き出しが豊富になります。失敗しなければわからないこともたくさんあります。え、若手のうちにたくさん失敗をしていたということは、それだけ行動したということですね。え、難しいことや際どいことを経験しなければ失敗は起こりにくいです。 で、すすけどももも得られるるのののののの少ななななないいででね、えー、落ち込むよううう失敗談とととは将来必ず有用な体験となってて自分の成長のための転機となることを心得ておくべきでしょうで二つ目ですね。真摯に対応することです、えー。同じミスをしていると成長どころか何も考えてないという人になってしまいます。えー、真摯に受け止めないと、えー、同じミスを繰り返してしまう可能性があります。えー、失敗が発生した時、えー、原因を必ず突き,突き止めて、えー、次はどうすればいいのかを真摯に考えて対応します、えー。顧客からクレームがあったのであれば、なぜクレームが来たのか、えー、どうすればよかったのか、次はこうするという方針を 立てますそれは、えー、その顧客だけでなくてですね、他の顧客に対応する際にも使えることが多いはずです、えー。真摯に対応していると、クレーム処理の過程で新たな発見があるということも珍しくありません。実はこれこそが成長できる最も大きいポイントなんですね。えー、またですね、真摯に対応したことで、迷惑をかけた相手と以前よりもいい関係になることさえあるわけです。えー、ずるいことを考えずに真摯に対応することが大切です。三、えー、つ目、上司に迷惑をかけているのではないという話です、えー。どうしても上司や周りに迷惑をかけてしまうという観点で消極的になる人がいます、えー。そのような人っていうのは、 あえてこのように考えるべきだと思います。するべきことに挑んだのが自分だったというだけということですね。先ほど失敗を恐れる原因を示した通りですね、役職が下の人がミスをするような体制になっているわけですね。上の人が顧客に迷惑をかけたりですとか、大きなトラブルを持ってこないもんですから、注意を受けるのはいつも自分で、上の人にばかり迷惑をかけていると感じてしまう人が多いんですけども、それは実力や知識の問題じゃなくてですね、そんなの体制になっているということが最も大きな原因です。組織として取るべき経験を自分が代表してやっているというふうに思ってください。上司 ににに迷惑ををかかかけたととといいうう思いが真っ先に来てしまうとなかななか積極果敢な行動を自主的に取ることはできなくなくりますはい、内容は以上になります。本来はですね、成長につなげるべきもののはずなんですけども、組織の体質が原因で失敗が許されない雰囲気になってしまっています。しかし、えー、考え方を少し変えるだけで失敗をした時の精神的な負担も緩和します。自分の成長のチャンスと真摯に対応することに集中して、積極的に仕事を通して社会に関わることができれば、えー、失敗に対する恐怖心も少なくなります、えー。良い循環で仕事と向き合えるんじゃないでしょうか。はい 今回はこのあたりで失礼させていただきます。ご視聴ありがとうございました。